もうちょっと詳しく分かるように。住民税ゼロとなっています。まずは6月のお給料から減税されていくわけなんですけれども、1回のお給料で差し引けない場合は7月以降のお給料から減税されていくということになります。今日のテーマはこちら、今月スタートした定額減税、その仕組みは。定額減税は会社員や公務員などの場合、6月から給与やボーナスに反映されます。こちらは6月の給与明細のイメージです。このようにですね、所得税の減税額が明記されているほか、6月分の住民税はゼロとなっています。まずは定額減税の骨格を押さえておきましょう。1人4万円です。内訳は所得税が3万円、さらに住民税が1万円、合計の4万円となっています。で、年収で103万円以下、所得では48万円以下の家族も対象です。で、対象となる扶養家族が3人いる場合なんですけれども、本人を含めて4人分合わせて16万円が減税されます。対象は年収で2000万円以下、そして合計所得では1805万円以下の人たちとなっています。また住民税非課税世帯、所得が低い方は給付という形でお金が支払われています。物価高騰が続く中、政府が家計への支援を掲げて打ち出した定額減税、街の皆さんはどんな疑問を抱いているんでしょうか。調査してきました。定額減税ってよく聞くと思うんですけど、税金ってね、その明細が見て出てこないと分かんないじゃないですか。それを見あんまり見ないじゃないですか。もうちょっと詳しく分かるように、どういうふうにしたら得になるかとか、今こういうふうにもらってる方はこういうふうになるかとかいうところの詳しいところをニュースでも何でもいいからするようなコーナーをしてもらってやっていただけたらと思います。まだもらってないんで、ちょっと給料明細見てみて、それで納得するかな、ね、まだちょっと実感はないですね。主人が自営業なんで、はい。なるほど。ということは雇ってらっしゃる従業員の方もいらっしゃる。はい、少しですけど、はい。やはりあれお給料の話なので間違ってはいけないので、ちゃんと計算もしないといけないですからね。そこのあたりはちょっと緊張しますよね。さあ、ここからはファイナンシャルプランナーでオフィス作る代表の内田英子さんとお伝えします。内田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。街で話を聞きますと、減税の仕組みが複雑でわからないという声が多く聞かれました。はい、そうですね。定額減税というのは対象となる方から定額で減税が行われるというものなんですが、ただどのように減税を受けられるのかというのはですね、働き方などによっても異なりますので、まずはご自身の基本的なスケジュールを確認いただければと思います。はい。今日はですね、会社員の方、あるいは年金生活者の方、個人事業主の方の場合のですね、基本的なスケジュールをご紹介したいと思います。まず会社員の方などの場合なんですけれども、6月受け取りのお給料からですね、定額減税が開始する形となっております。で、次に年金生活者の方なんですけれども、こちらも同じようにですね、6月の受け取りの年金からまずは所得税の定額減税が行われるようになるんですけれども、住民税についてはですね、少しタイミングがずれる形になります。で、10月の受け取りの年金から定額減税が始まります。で、最後に個人事業主の方なんですけれども、こういった方は基本的には来年の確定申告によって減税がされるということなんですけれども、ただ所得税に関してはですね、予定納税される方もね、おられるかと思います。そういった場合は予定納税から所得税分が減税されます。で、住民税についてはですね、第1期の支払いが6月から始まるかと思いますので、第1期の納税からですね、定額減税がなされるという形になります。はい。さあ、では会社員などの場合どうなるのか分かりやすくするため、具体的なケースを用意しました。こちらがですね、6月の給与明細となっています。まず住民税ゼロとなっています。これは後ほど触れることにします。そして所得税です。この方の場合、控除の前が1万2000円、そして定額減税が
1万2000円となっています。ということは内田さん、所得税の減税額である1人3万円に届いていないですよね。そうですね、定額減税というのは広くいち早く届けるということでお給料から減税されるということになったんですが、はい、とはいえお給料からですね差し引かれる税金にも限りがあるんですね。ですので1回のお給料で引ききれないということが、考えられます。でそういった場合はですね、次のお給料次のお給料ということでですね順次スライドしていく予定になっております。で最終的に減税額に達するまでですねスライドして減税が行われるということになります。はい、それではここで2つのケースを見てみましょう。まず毎月の所得税額が1万2000円のこちらの方です。単身者の場合どうなるのか。単身だと所得税の減税はこちら3万円となっていますよね。6月分で1万2000円が減税されました。残りはどうなっていくんでしょうか。はい、この方の場合は所得税の減税枠が3万円あるということなんですけれども、6月のお給料からは1万2000円しか引けなかったんですよね。でそうすると、まあ、7月以降のお給料ですとかボーナスで定額減税が行われるということになります。でボーナスがない方の場合であればまずは7月のお給料から1万2000円がプラスで減税されまして、8月のお給料からは残りの6000円ですね、こちらが減税されるということの流れとなります。で9月以降のお給料からですね通常通りの所得税が、控除されてお給料が振り込まれるという形になります。はい、これが単身者の場合です。続いて毎月の所得税額が同じく1万2000円で対象となる扶養家族が3人いる場合です。でこの場合所得税の減税額は4人分で12万円となりますよね。そうですね、はい、12万円ということで金額が大きいんですが、基本的なスケジュールはですね先ほどと同様になります。で、まずは6月のお給料から減税されていくわけなんですけれども、1回のお給料で差し引けない場合は7月以降のお給料から減税されていくということになります。でこの方の場合であれば6月から減税が始まって12月までですね7ヶ月にわたって減税がされていくわけなんですけれども、減税はですね一旦年末でストップするというルールがありますので、ここで一旦終わるんですね。はい、でただそうしましても引いてきた定額減税の合計額は8万4000円ということで、この方の定額減税の枠を使い切ってないわけですよね。はい、で残りの3万6000円というのはですね調整給付という形でですね、年末調整、会社員の方であれば年末調整でですね精算されるような形になります。で調整給付についてなんですけれども、すでにですね今の段階でですねお給料から引ききれないなということがね見込まれる方もおられるかと思います。そういった方はですねいち早く自治体からですね調整給付のお手紙が来るようになっています。7月以降ですね自治体から届くかと思いますので、調整給付はですね手続きをしないと受け取れないということになってますので、必ず忘れずにですねお手紙が届いたら申請をするようにしていただければと思います。はい、自分が調整給付の対象となるかどうか確認したい場合の目安がこちらですね。はい、こちらはですね調整給付の対象となりそうな方をですね年収と家族構成によって示したものなんですが、はい、例えばですねお一人暮らしの方の場合であればですね年収300万円以上の方でしたらおそらく調整給付の対象とはならないであろうということが見込まれます。ただ扶養家族の方がですねおられる方の場合はですねボーダーラインがですね少し下がってくると思います。例えばですね年収103万円以下の配偶者の方と小学生のお子さんがお一人いらっしゃる方であればですね年収500万円、これがですね調整給付の対象となるかならないかのボーダーラインになってくるかと思います。あとはですね高校生のお子さんがお二人いらっしゃる家庭ですとか、大学生のお子さん高校生のお子さんが一人ずついらっしゃるご家庭についてはですね調整給付の対象となるかならないかのボーダーラインはですね年収600万円あたり、まあ、このあたりがですね、ボーダーラインになるかと思います。はい、お子さんがいらっしゃる方は特に確認が必要になりそうですね。そうですね、共働きの場合は特にどちらの扶養に入っているのかというところによってもですねボーダーライン変わってきますので、今年の申請状況ですね確認いただければと思います。はい、
さあここまで所得税について見てきましたが、住民税に関しても同じような方法で減税されていくんでしょうか。はい、そうですね。所得税と住民税はですね、ルールが違いますので、減税スケジュールもですね、若干異なってきます。で、通常住民税はですね、6月から納付が始まりまして、会社員の方であれば、その住民税額の納付額を12で割り算した金額がですね、毎月のお給料から天引きされることによって納付をするという形になっているんですけれども、はい、定額減税の場合はこのスケジュールが若干変更になるんですね。で、どのように変更になるかというとですね、まずは6月に支払う住民税額というのが0円になります。で、7月以降減税が始まるということになるんですけれども、減税が始まるとどうなるかというとですね、まあ、通常支払うべき住民税額から定額減税額を差し引いて11で割り算した金額がですね、7月以降のお給料から11ヶ月かけてお給料から天引きされることによって納税するという形になっています。はい、で、こちらも所得税と同じようにお給料から引ききれないものについては調整給付の対象となります。はい、さあここまで定額減税についてスケジュールや仕組みを見てきました。ところで定額減税は住宅ローン減税やふるさと納税への影響はあるんでしょうか。はい、結論から申しますと、どちらも影響はございません。うん、まず住宅ローン減税なんですけれども、こちらはまあ税金を計算した後を差し引ける税額控除というものなんですけれども、定額減税というのはですね、こういった税額口控除を差し引いた後に実行されるようになりますので影響ございません。はい、で、またふるさと納税についてもですね、影響はないんですけれども、ふるさと納税というのはですね、通常自己負担2000円で寄付できる上限額というのがですね、所得ですとか家族構成によって違ってくるわけなんですが、そのボーダーラインをどうやって決めているかというと、住民税の所得割額、これをベースにしているんですね。で、定額減税が行われる前の、金額をベースにふるさと納税の寄付上限額を計算するようになっていますので、こちらも影響ございません。はい、最後に定額減税について改めて確認しておくべきことや気をつける点をお願いします。はい、定額減税というのはですね、今月から始まっているんですけれども、最終的な答え合わせは年末に行うようになっています。ですので、確定申告が必要になるという方もおられると思いますし、働き方によってはですね、少しスケジュールがですね、遅くなる、定額減税のタイミングが遅くなるという方もおられるかと思います。ただ、まあ、定額減税行われるとですね、必ず給与明細ですとか源泉徴収票ですとか年金の振込通知書などでですね、確認できるようになっていますので、ぜひご自身でもご確認をいただければと思います。で、物価が上がっている中、やりくりも大変かとは思うんですけれども、せっかくの減税ですので、上手にご家庭で活用いただければと思います。はい、毎日の生活に直結してくる話題でもありますからね。そうですね。はい、ぜひ皆さんも興味を持って定額減税について確認してみてください。ここまでオフィス作る代表の内田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。町声調査隊です。